第2回ニケサビレディオ。はい、始まりましたミケサビレディオ。私がミケです。私がサビです。ミケサビレディオでは、動物に関する気になるニュースを紹介しています。ということで今ちょっと収録してるのは9月の頭なんですけど、まあだんだん涼しくなってきましたね。もう夏が終わって秋になりかけてきた。だいぶね涼しくもなってきてまあ、エアコンもねあんまつけんでもいいんじゃないかっていう時期になってきました。ということで今回、紹介するニュースですねあるんでご紹介していきます。今日紹介するニュースの一つ目は、客が動物園のエアコンを無断で操作。静岡県の体感型動物園iZooの爬虫類の展示エリアではエアコンの設定温度が通常28度となっている。しかし来園者に無断で操作され18度に下げられる事態が頻発している。夏は冷房をかけて温度の上昇を少し抑えるが、28度ぐらいが爬虫類としては適温だからそれに設定している。正直操作盤は勝手に開けるものではないと思っていたのでちょっとびっくりしたのが正直なところ。巡回する飼育員がエアコンを確認するたびに18度に設定されていたため、やむを得ず張り紙をしたり鍵をかけたりして対策をとっている。今回の件を受けて白輪園長は、私にとっては想定外のことだった。爬虫類のことを考えて温度が高い部分も体感型動物園ということで受け入れてみていただきたいと注意を呼びかけているということですね。まあ普通に、まあ、どこのお店でもそうやけど、勝手にエアコンをいじることないよね操作するっていうのがね、まあなんか逆にその操作してる人はなんか気温があれ今日暑いのに、なんか温度間違ってんじゃねみたいな。28度だったっけ、28度と18度間違ってるんじゃないみたいな感じで、なんか良心的にって言ったらいいんかな、なんて言悪気なくか下げてる。でも最初にこのニュースを聞いた時見た時は、なんか毎回その18度になってるみたいな感じで聞こえたから、なんかそういうバグじゃないけど、が起こってるか、なんかその飼育員の人が勝手にしてるのかなって思ったんだよね。まあ確かにその操作されてってなってるけど、そうだってなんか毎回だってさ、ちょっとさ暑いので下げるんだったら例えば25度とかで20度とか、なんかさまざまな温度になるかなって思ったけど、毎回18度みたいな感じだったから、まあリピーターとかかもしれないしょっちゅう来る人毎回同じ人が来て やってた説そうっていうのもあるから、でもね実際ここもねちょっと行ったこともね、まあ実際あって、まあ、この間ね、ちょっとその写真がね、そのなんていうの、その記事にある写真のところとかのはなんかちょうどカメがね普通にそこをもう歩いてるっていうか、普通だったらなんかこうショーケースみたいな中にいたりとか、まあ外でねちょっとなんていうの、まあちょっと柵があるとかね、まあ絶対出ないようにみたいな感じやけど、もう普通になんかそのお客さんみたいな感じでカメが一緒に歩いてるっていうか、おって注意書きとかでね、あんまりなんかぼーっとしてたら紙に噛まれるんで注意みたいな書いてるぐらいででね、体験型みたいなのねちょっと面白くて、その白輪園長かもその時ねちょっとちらっと見ることがね、できたよ、ほぼここのiZooっていうのは、まあ、体感型動物園って書いてるんですけど、まあ、爬虫類の展示エリアっていうのを記事に書いてて、まあ、知らない人もいると思うんですけど、まあ、ここはもう爬虫類専門の動物園なんですよね、うん、基本的にそのそうそう他のねだからライオンとかキリンとかはいないんだよね、うんうん、だからその温度とかもね多分調整されたりすると結構困ると思うよね、うんうん、ほぼ、ね、室内みたいなのが結構メインみたいな感じなんで、うん、10度の違いは結構違うからね、うんまあ、今年ねめちゃめちゃ暑いから、うん、ねあれやけど、まあ、みんな暑いやろうから下げたろうかなみたいな下げてるんかもね知らんけどねすごいまあそれでなんかその早めにその飼育員の人が、ね、ちゃんと巡回とかしててあれいつもよりなんかちょっと寒くねみたいなね、うん、感じで気づいてくれたおかげであんまりなんかその動物たちには、ね、影響はなかったっぽい、うん、そこまでなんかなりましたみたいな感じで書いてなかったんで、うん、事なき得ずみたいな感じでね、ね、よかったんですけどねなんかあってからじゃんね、うん、ね大変なことになる、うん、そう遅いもんねまた行きたいね、うん、結構ねいい場所、うん、めっちゃ楽しい、うん、まあ爬虫類とかがね、うん、好きな人はねぜひ苦手でもぜひこれを機に、うんうん、好きになるなんかそのあんまりその近くのマップとかはあんま見てた記憶がないんやけどで交通とか ねどうやって行ったらいいかとかねなんか車がないと行きにくいとかねちょっとそういうのもわからないけどもうそれはあるかもしれない ね車あった方が、うん、まあもしね近くになんか美味しい食べるところもねいろいろあったりとかね伊豆だから観光とか行きやすいね、うん、他にもいろいろあるし、うん、iZoo でiZooっていう動物園で、うん、まあ伊豆とiZooをかけてる静岡県のね、うん、伊豆にあるから、うん、ぜひ、うん、行ってみてください、うん、っていう宣伝になったけどじゃあ次のニュースいきます、はい、お風呂が大好きな猫が極上スパを体験サラさんが一人でお風呂やシャワーを楽しもうとすると必ずドアを引っかき乱入してくる邪魔者がいる飼い猫のマービンだ大抵の猫は水嫌いだがなぜかマービンは水遊びが大好きサラさんがお風呂の蛇口をひねるとすぐにやってきてドアを閉めてもドアの隙間から前足を出して泣きながら入れてよアピールを続ける諦めたサラさんがドアを開けるとマービンはすぐさま湯の溜まった浴槽に浸かり足を動かして水遊びに興じるシャワーの時も浴槽の隅に立って水しぶきを気持ちよさそうに浴びているお風呂を楽しませてあげようと思ったサラさんは猫用のスパグッズを取り寄せたお風呂のドアの向こうでけなげに待ってくれる猫の姿は可愛いがお風呂の中に入ってきて一緒にバスタイムを楽しめる猫がいるというのはラッキーなことなのかもしれないということです、うん、すごいね、うん、普通ね無理だもんね、うん、お風呂に入るの、うんなんかちっちゃい頃とかね、まあ、うちのスイちゃんとかだったら結構小さい時はねなんか、まあ、そんなに抵抗なかったけど、うん、やっぱり大きくなるにつれて嫌になるよね、うんうんまあ、この記事にはなんかその何歳とかねちっちゃいとか、うん、そんなのあんま書いてなかったからまあでももうね引っかき回したりとかやったら結構まあやんちゃな年なんやろうなって、ね、感じはするけど。なかなかねお風呂まあお風呂とかレアだよねお風呂、うん、水好きな猫って、うん、しかもなんかそのこの記事だったらめちゃめちゃねまあ入れてよアピールはねまあそのまあ音に興味があるから来たりとかはね、うん、あったりするかもしれんけどそのドア開けたらすぐさま浴槽に飛び込むっていうそれがもう犬と同じぐらい、うん、で足を動かして水遊びに興じるっつってでシャワーの時も浴槽の隅に立って水しぶきを気持ちよさそうに浴びているとか言って、ね、もうめっちゃ水好きみたいな勘違いしてるね人間と、ねうん、実際見たこともないかもそんなに水好きな猫、うん、そうなんですね、うん、うちのすいちゃんの場合だったら水には浸からないけど、まあ、お風呂の浴槽を溜めるボタンね、自動とかピッてね、皆さん家にあると思うけど、ピッて押したりしてダダダダダダダってこう音が出ると、まあ、全力でそっちに行く。眺めてはいるけど、ね、うん、でも濡れるのは嫌だね、うん、そうだね入れようとするとやっぱ嫌がるね。そうそう、だからなかなかその飛び込んだりまではないけどね。だからお風呂とか入ったりとかね、シャワー浴びてたりしても絶対中にはね、うんうん、入ってこないし、昔はこうドア開けてたら縁のねところに乗ってきたりとかはね、うん、してたけど、今はもう全くそれすらないんで、ドアのところにいるけどね、うん、ドアのところで待ってる、うん、そういう猫ちゃん多いよね、うん、多分お風呂上がり待ちみたいな、バスマットタイプみたいなねそう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 、うん、かわいい。でもそれはね多分結構多いと思うけど、ここまでなんかめちゃめちゃね、水が好きなのかなね、多分まあ水が好きなのね。ね、うん、なんで嫌いなんだろうね、猫って。なんか本能的ななんかある。なんかあるんかね、そういうのがね。水が嫌いな理由ってことでしょ？うん、理由としては、まあなんか猫の祖先が原因っていうか。水遊びの習慣がなかったためと考えられているみたいな感じで、まあもうその、まあ、生まれ持ったあれみたいな感じっていうか、ちっちゃい頃からじゃあやっぱ慣らしていったら、うん、大丈夫になるのかね、うん、でもそんなにやっぱ猫ってお風呂に入れる必要とかないからさ、うん、やっぱ水に触れる機会って少ないからね、うん、やっぱだんだん苦手意識というか、まあ、本能がやっぱ一番だけど、うん、まあその猫の毛っていうのは暑さを遮断するだけではなく、うん、保温効果も兼ね備えていましたが、うん、毛質が細く油分が少ないため一度濡れると非常に乾きにくいのですって書いてあるね、うん、やっぱりね。だから万が一水に濡れたまま夜を迎えると気化熱によって体温が奪われてしまい命に関わる。濡れたら絶対ちゃんと乾かさないといけないよっていうことだね、うんうん、そうだね。だから猫は本能的に水を危険だと判断して、まあ、避けるんじゃないのかっていう、うんうん、死を連想するみたいな感じだね危ないね、うん、感じで書いてる、ね、この猫用のスパグッズってどういうあれなんだろうってちょっと気になった、ね、ちょっとね書いてたもので言うと、まあ、猫ちゃん用のバスローブだったり、うん、猫ちゃんが飲めるワインだったり、ワイン、うん、であとそのペット用のまあスパグッズなんでペット用のオートミールシャンプー、シャンプーとか、うん、で水の中で遊べるおもちゃ、うん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 、まああとはよくね人間でもあるお風呂になんかお花をこうね富豪がやるような、ちょっとおしゃれな感じに、そうそう、バラの花びらを水面に浮かべてラグジュアリーな雰囲気を出したっていうのは記事に書いてるね、うん、でそのまま猫ちゃん、マービンちゃんが飽きるまで存分にお風呂を楽しませて、その後タオルに包んで抱っこしながら乾かして、さらにバスローブを着させてワインとおつまみでおもてなしをしてると。めっちゃ贅沢してるめっちゃ贅沢してるね。でグラスに注がれた怪しい赤い液体を警戒していたけど、うん、まあボール、うん、まあいつもの器に入れたら、うん、まあそうそう飲み干して満足しきった状態でまあ、その飼い主さんとくつろいでいるみたいな。超いい暮らししてるね。うん、そうだね。でもなかなかねこんなんいい品から、ね、うん、確かに、うん、そもそもね、うん、まあなんかお風呂で遊ぶグッズって多分でも猫ちゃん用のなんてあんまないんじゃないそもそも。でもワンちゃんもないんじゃない、うん、あんまりまだ遊ばせることあるか。でも水の中もうお風呂じゃなくてもなんかプールみたいな、うん、遊んだりする、まあ、ボールとかぐらいね多分ね、うんうん、でも楽しそうでいいね、うん、毎日多分来るってことだからねこれね毎日、まあ、いやでも乾かすの大変だね、うん、意外と時間かかるし、でもそれこそこのバスローブ着せてまあまあ、ね、するからあれなんかもするけど、そこもおとなしいのかな、うん、暴れも入ったらねなかなかうん大変だよ。1ヶ月に1回ぐらい入れるとしたら、うんうんうん、お風呂っていうのはまあ決まりはないし、まあ別に入れなくてもいいって感じだよね、うんうん、いいね、うん、基本的にでもまあシャンプーとかね売ってるってことはまあね別にしてもいいってことだよね、うん、まあ外で遊んだりとかね、うん、そういうのがあれば、うん、まあ外買い、うん、だからシャンプーしてもいいかなって感じで、うん、普通だったらそこまでする必要は無理にする必要はないって言うからね、うん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 、そうやね、うん、普通だったらね普通まあ普通なんかわからんけど何が、うん、まあイメージ的にね言ったらやっぱり水が嫌いっていうね、うん、だからこうなんだろうそれをやったらダメってねしつけとかでもねだから水をかけたりしてやるといいっていうやつもあるやんね、うん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 、なんか悪いことをしたら水をかけてそれはダメなんだよってあるね、うん、言ったりとかしたりする、うん、なかなかねすぐ忘れちゃったりするってよく言うから猫ちゃん、うん、そうだからこういうお風呂好きな猫ちゃんもまあいるってことだよね。でうん、一緒にお風呂楽しめたらいいよね、うん、でも裸やから爪立てられたらやばいめちゃめちゃ痛いそこの、ねうん、限度というかそうなんかちっちゃい頃もねこう入れた時とかも裸やったからねめっちゃ引っかき回された記憶があるわ、うん、服着てても痛いぐらいだもん、うん、貫通してくるもんね爪切ったりねしててもあんまり意味ないもんね、うんうん、根本からは別に痛みを和らげることはできないから、うん、でももうその限度とかねその強さを引っかくのを弱くしてもらうとかそんなのができないから特に、ね、限度っていうか調節向こうは調節できないから猫ちゃんはそんな、まあ、そういう感じかな、うんはいまあ、こんなニュースがありましたということで、まあ、今回も2つのニュースをお届けしました。私たちは Twitter、TikTok もやっています。概要欄に載せているのでぜひチェックしてください。フォローもよろしくお願いします。そして皆さんからのお便りも募集しています。質問やこんな企画してほしいなど何でも OK です。メールアドレスは 0707.sui@gmail.com です。もちろん YouTube でのコメントでも大丈夫なのでたくさん送っていただけたら嬉しいです。お待ちしています。それではまた次回のミケサビレディオでお会いしましょう。バイバイ。